マジレッドブルで頑張ってください。やった、ありがとう。あ、そう、ここで、あそこ空いてるかな。あ、空いてるわ、ね、空いてる、ね、いただきます。はい、いただきます。どうも、すいません。いつもありがとうございます。ありがとうございます。意外とチーズ、しっかりチーズなんですね。やっぱ茄子でしょっていう感じですね。始まってる。はい、始まってる。はい、まだっすよ、全然。これからやろうかなと思います。ちょっと探さないといけないです、先にインパネル。あ、そうなんですか。はい、確かめるのあればやりますよ。とりあえず探してあったらってことね。はい。これだ、これ、これ。新品？多分新品だと思いますよ。おぉ。新品、新品。これに、これやろうかな。これいくらするんだろう。じゃあ一旦外しますと。一旦外します。やる気と工具さえあればできますよ。ちなみにこの車をいろいろやってるってことは、この車でミニで行くってことで間違いないですか？いや、間違いでしょ。間違いですよ。ミニデイのために今わざわざやってるわけではない。じゃない、日常生活。これをローラーで積んでいくんならいいけど、これをまさか乗ってたまらなくもない。乗ってはないな。そんな片道4時間でここの車ありえない。まあね、今ほらステレオもついてないしね。ステレオ必要ですね。やっぱね、長丁場なんですよ。このキャメルが八王子から浜田区まで。長丁場やっぱするつもりで。ただね、八王子からね、浜田区が遠いっていうと、はい、まあ、関東の北の方とか、はい、東北の方とか、関東とか、関西でもこれ、まあ、もっと西の方の人から、はい、岩手は近いよ。そうですね。そこを比べたらですけど。ぬるいこと言ってんじゃねえよってやっぱ突っ込まれますからね。そういうこと言ったら、お前何乗りだよ。言われちゃう。リムジン乗りですって。リムジン乗りではない。ではない。今回はモーク乗りなんですけど、ちょっと今回諸事情があっての。大体モーク乗りの名乗るほどモーク乗ってるんです。ちょい乗りしてるぐらい。どの手に入れんの。これ一番季節のいいという。なるほどね。まあ、もしかしたらじゃあ今回浜名湖でこれが奇跡的に止まってる可能性が。これが奇跡的に止まってるか、モークが奇跡的に間に合ってモークが止まってるか。ちょっとじゃあ現地でご確認いただいてということですね、皆さん。そうです。外れてる。はい。外すのは10分15分ですよ。外すのは全然一瞬で終わっちゃいます。ネジさえ取れればすぐっぽいんです、はい、運転したい時はそうだ。
こんな感じで外しますね。外すのは別にいいんですよ、大したことじゃないんで。慣れですかね、こんな感じですぐ外れちゃうんで。外れました、外れました。来たね、掃除しないと。久しぶりに。まあ頻繁に外すとこじゃないですからね、うん、はい、これからやっていきます。パネル、こんなんなってるからさ。ああ、そこ壊れてるってなんか言ってましたね。そうね、折れてるか。そう、ラジオが入んないだけなんだけど。ラジオのなんて、俺ほら、俺は逆にラジオさえあれば何でもいいんだよ。これは全部純正ですよ。あ、これは純正。これは純正です。もともと全部。だから今出てるそのパーツ、うん、パネルのパーツというかパネル自体は新品。長いしかないです。わかんない。結局好きや、うまーみたいな。いや、どこで食ってもうまい。思っちゃうわけですよ。よし、大体外れてきましたね。お任せた、無事。これって部品ないっすもんね、これ。どれ？これ、この。再利用。え？再利用。ですよね。じゃあよかった、ジョイフルホンダ。ジョイフルホンダか、あのカインズ。あー。ホームセンター系かってことですよね。あとはね、それ手芸屋だもん。これって、行って布を買ってきて、中入ってるのがチューブみたいなやつ。あ、この中ですね、これ。そう。ああ、布なのね。じゃなければ、それと同じじゃなくたっていいんだから、例えば、ケバケバみたいなやつ。ああ、はいはいはい。それを代わりにつけてやる。結局それはハゲ隠しだから。え？よくない、よくない。ハゲ隠しだからさ。その隙間をあの 見栄えよくするしてるだけだから。で、県外からいろいろ来るんだから、ハンバーグ。で、送迎の時でもう帰りぐらいラジオ聞きたいなと思って。そうですね。そう、これ打ちすぎじゃないですか、なんか。もつれねえよ。この辺は分かるじゃないですか、結構等間隔でパン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 ってこう、あ、丁寧だな丁寧だなって思ったら、この隙間は何って。その後にここすごい密集、ここ嫌だったんでしょうね、浮いちゃって。さっきから何やってんのかなと思って。これ抜くやつ、あのホチキス的なので抜くやつついてるんですね、後ろに。まあ、ホチキスもついてるじゃん。はい、ついてます。同じ。あ、そうなんですね。これ師匠のテントですか。いいこと言うね。よっちゃんいいこと言うね。これテントだ。あ、ここに穴開けて。いいでんの。アザム君のうち。犬じゃねえんだから。それあんまりだよ。だいぶ剥がれてきたんじゃないですか。これ以上持ってっても。これなった。これは再利用するのね。これをきれいに一回拭いて直して、ちょっとネジとかその辺がちょっと微妙なんで。中古の黒いパネルがありました。はい。結構ボロボロですけど。これだけで綺麗。作
かがビニールと思うじゃないのか。なんとテントに変身するらしいんですよ。ヌンチャクに決まってるじゃないですか。これが一番立てやすいですよ結局。これ、はい、一人用。でも安いのと高いのの差はこれがちょっと太いからちゃんとしてるんですよ支柱が。これはちゃんとしてます。ちゃんとしてる、はい、意外とシミとかはあるっすねちょっと。まあでもこれぐらいだったら許容範囲だな。模様木目ってことだわ。模様模様だ模様模様なんだこれ。深い黒になんか模様が入ってる。あ、ほんとだ木目なんだこれ。はい、黒木目。黒木目かっこいい。ちょっとおしゃんですね大人っぽい。全然いいやこっちも。シックな可能性ありますね。あんなゴミ山の中にあるようなもんじゃないかもしれない。もしかしたらちゃんと塗装をしっかりされてる。そうめちゃくちゃ綺麗じゃん。っていうかなんだったらこれ全然使えるやん。めっちゃいい大人っぽいっすね。余裕で売れる。これをこうしましたとは言えない。ちょっとここキャンプ場じゃないんでやめてもらっていいですか。練習練習迷惑なんでちょっと。立体的になってきてる。完成。グラウンド見ないと分かんない。そうっすね。そうですね。ありがとうございます。あ、快適やん。快適だ。足伸ばして寝れる。あ、下が硬い。マット買った方がいいっすよ。5000だったらいいな、2人分。こっちも出れる。これ本当は中らしい。はいはい、間違って外に貼っちゃった。あ、網戸になる。これに柱入れてそういうモードね。入んないもん。明らかにサイズが違うっすね。年式で違うとかないの。いや、ないっす。規格があるんで。そういうのはないんだ。はい、これ同じ規格のはずなんで。9697とか関係ない。969なら関係ないっす。この規格なんで。ワンディーンパネルはそう、この規格ですよね。サイズ感が全然合ってない。これ削んなきゃ。まあいいや、とりあえず一回メーターとか全部組みますわ。ステアが、あ、いけそう。いけるいける全然いける。よし、すごい。だから、あ、蝶つがいつけるの忘れてた。これ折れちゃってるんですけど、これが。それは大丈夫。これがないとダメなんですよ。両面っぽいですけどね、テープっぽい。はい、禁止らしいですけど。でさ、残ってるのなんだっけ。イクテックマーベンしかさん、もちろんラジオの音聞こえますけど、これ行けましたね。本当悪いけどね。でもまだここだから、はい、電波がちゃんと入ってないからですね。そうっすよね。これから機械に細かいしネジ多いし、これ結構繊細なやつですよ。あるっぽい。これが緩んでくるとビビるんでしょうね。音が、あのビビビビっていう音が出るんでしょうね。割としっかりやっとかないと。はい、ここちょっとしっかりやんないと手抜いてやってるとこじゃないですわこれは。ステレオ以外はこんな感じ。
ちょっと大人っぽいデザインというか。いいね。ステレオ以外ですね。うん、ここから2週間ぐらいはここ出っ放しですね。いや違います、塗るのは一瞬ですよ、本当に。マスキングはかかるけど、マスキングは1時間めっちゃ大人っぽいっすよね、うん、なんか色味が。ライトと連動、はい、なんだ。できんだ。はい。ちょっとなんだ、インスタの、インスタ用のね、反動効果ですね。うん。のちょっと。カタカタもなくなりました。なくなった。今まではどの辺がカタカタしてたっけ？ここと、ここと、ここ。ここもなんか意外とカタカタ言わないんで、今つけてみたら。完成。